夏目が住み始めてから村に奇妙な現象が起き、村人が次々と、なんだほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン夢見の館へようこそ。お越しくださいました。ということで今回はいろんなお店が立ち並ぶ諭吉の村に行きたいと思います。諭吉の村っていいね、なんか響きがみんな大好き諭吉。心地よい目を希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで諭吉の村に出発。はい、諭吉の村に到着。いいね、いいね。いいね。夢の世界へようこそ。あなたは今、諭吉のという村の夢を見てらっしゃるのよ。あ、なんか下に、あれ何、ハリネズミ。現実の世界におもりになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都の諭吉の世界をご堪能遊ばせ。ほら、これ。あ、ちょっと見えにくくなった。これ。ハリ、見えない。ハリネズミっぽくない？別の場所にもあるかな。あ、あった。ほら。え、かわいいんだけど。え、めっちゃかわいいんだけど。いいっすね。あ、なるほど。こっち側に家が固まっとんやね。あ、一軒目はテント。お邪魔します。あ、どうも、お花屋さん？場所を借りて出店中。ゆきみちゃん。ゆきみちゃんは移動販売式のフラワーショップを経営してるらしいです。で、なんかたまたま通りがかった諭吉の村の環境の良さに感動して村長にお願いし、テントでお花を販売させてもらっていると。すごいね。移動式。お花屋さん移動式なのに最近流行ってるの？なんか前にもどっかあったよね。なんか現実で見たことある、ないんやけど、あるじゃね。ないんやけど、え、現実にもあるんかな？移動式お花屋さん。なるほど、移動式か。あ、すごい。見た？これ、暖炉だったんだけど。いいね、足元あったかやん。いや、やっぱ、この季節ね、きっちり、温めておかないと。ほい、そして、あれってか、あれかな。もしかして私、着替えを見落としたりとか、そういうことは、していないだろうか。お、レッツゴー！レッツ、ん？レッツドゥースタディーかな。農園学校入り口。農園学校？農園学校、あっち側？左側の方？着替えを見落としたりとかはして、ないね。よかった。よかった。あ、じゃああれかな。あ、まあ、いっか。ここにはピクニックシート。あ！犬？これ犬かな？かわいい。なんか丸まって寝よる感じ。へえ、いいね。じゃ、農園学校とやれが気になる。農園学校入り口。ここを辿っていけば、これみぞれちゃんじゃない？ちょっと。え、違う。ティーチャー誰？え、ティーチャー誰？え、みぞれちゃんじゃないの？あの家みぞれちゃんやん。微妙に違うんかな？もしかして。あ、すげえ、見てこれ。花壇の真ん中にかかし。なんかちょっと珍しくない？こんな感じで。これが農園で採れた果物と野菜とっていうことかな？なるほど。あ、で、ここに、果樹、フルーツの木がなっていると。いいね。農園学校やって。ほい、それじゃあちょっと、あのテントの横の家に、誰か人おったよね、さっきこの辺。どこへ行った？え、どこへ行ったの？いなくなったんですけど。お家の方は、あ、いない。え、いない。え、なに？家の中入ってったってこと？いなくなったぞ。ね、さっき出てきた時にこの辺誰か。あ、この人だ、この人。え、この人どこの家の人やろ？違う。あ、でもここ。ここがちょっと和風な感じの家やけん、多分この人で合ってるよね。どうも。今時のモールに負けぬぞよ。
野口さん。野口さんは和食料亭のオーナーさん。諭吉が経営するショッピングモールにライバル心を抱いているものの味の評価も高く、村人に好かれ続けて開業当時からするともう4代目の店主。すげえな。え、そんなに？マジで？すごい。先祖代々みたいな感じなんかな。ここが野口さんの経営する和食料亭と。めっちゃいい。やっぱり和食っていいよね。ものすごくいいよね。ほら、お寿司。お寿司にたどり着けない辛さ。たどり着けない辛さ。いや、いいよ。こっちから、こっちからならたどり着けるぞ。はい、お寿司。はい、お寿司。あの人スタッフさん？奥さんとかかな、もしかして。全然関係ないかもしれんけど。はい、そして、これ中入っていけるんかな？入っていけんのか。なるほど。店の中はちょっと企業秘密ということで。はい、じゃあ右側に。手前にもお寿司あったやん。ここはトイレか。なるほど。すごいすごいすごい。ほら。獅子おどし。あれやね、やっぱり和食料亭は、トイレも和風な感じ。でもあれだよね。和式便所がないけん。飛び盛りの中に。でもどうなんやろ、和式便所自体現実でもなくなってきたんかな。和食料理屋でも洋式なんかな。ちょっとあんまり考えたことがないけど、でも確かに和式便所なんかもうずっと見てない気がするな。なんかいつの間にかなくなったよね。はい、上の階へ。調理場は上なのね。なるほど。じゃあ出しっぱなしは大丈夫？何かしら意図があって出してたんだとしたら申し訳ないけど。ああいうのはさ、なんなん？自動？夢番地を更新するときに、水を出しっぱなしにして更新しとったとかいうわけじゃないよね。ランダム？ランダムなの？あれ。ちょっとね、いつも謎なんよね。これ何？何ご飯？なんか周り白いよね。周り白くて何かしらが乗ってる。何、魚？な、ほぐすの？わからない。何ご飯なんやろ、あれ。でも結構なんか、洋食っぽい感じに見えた。ね。上で作りよるやつ。はい、そして、はい、3軒目。お邪魔しましょう。はい、ここは、あれだね、占いの館らしいのだけれど、あれ？占い師さんは、いらっしゃら、いらっしゃらないぞ。すごいなんかね、独特の雰囲気があるよね、ここ。占いの館というだけあって。なんか、正面に置かれてある、チンクルの帽子みたいな、あれは一体何なんやろ。何なんだろうか。そしてきっと占いとか黒魔術とかそういう感じ、そういう感じのことに使う本なのだろう。本なのだろう。そしてここは、なんかまだちょっと完成はしてないらしいんやけど、でもここなんか聖なる感じがするすごく。なんか下の階と全然雰囲気が違うね。これ床何？何の床なんやろ？綺麗。全体的に雰囲気がすごく綺麗なんやけど。ね、いいね、いいね。ほい、そして地下へ。いやー！怖い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 。急激に怖い。しかも何？どうしたの？呪われてるの？君。金蔵くん。金蔵くん。好きな言葉は、魚はうまいが小骨が多い。確かにね。それは思うよ。一応なんかここ、占いの館やけど、占い師さんは、呪い？誰かに呪いをかけることもできるらしく、これは、これは一体、これなんか、誰？牛系住人じゃない？これ。違うんかな？なんかそれっぽい感じに見えるよね。あれ、鼻の穴じゃないの？鼻の穴。
なんかそんな感じがする。え、何？呪われてる？大丈夫？誰かが呪いをかけようとしてるんだね。多分金蔵くんも何かしら関係があるんじゃないかと思うんだけど。え、まさかの金蔵くんが呪いをかけてと依頼した感じ。怖いよー。あ、いたいたいた、占い師さん。どうも。夏目さん、呪いと占いどちらをします？いや、私はちょっと占いの方で。夏目さんはね、ハッケミーから受け継いだ占い術で村人を救いながらも、陰では村人の闇が大好きと。夏目が住み始めてから村に奇妙な現象が起き、村人が次々と、なんだ。次々と消えていってるのかな。いや、恐ろしい。だって地下にさ、なんか死体みたいなのあったよね。棺桶とかもあったし。え、直接手を下す系ですか？斧も置いてあったけど。え、怖い。はい、そして、ゆきちさんはこの村の村長さん、ショッピングモールへようこそ。ってことで、さあちょっとお邪魔します。どうも。はい、村長のゆきちさんはショッピングモールのオーナーで、住民のみんなに不自由のない生活をしてもらえるように、いろんな業種のテナント、まあ、お店を持っとると。ここが、ショッピングモールの受付ですね。え、めっちゃなんか、すごい上品な感じ。あれやんね。なんか普段着では絶対入れんような。ていうか入るのをためらうような感じの。こっちレストランかな。お、いいね、いいね。ん？買い物もできるの、ここで。すごい。あ、てかあれかな。え？何？どういう感じ？え？どういう感じ？ここでケーキとか、まあ、注文できる。え、なにこの辺で、ちょっとした、なに食料、買えるの？そういう感じのお店があるんかな？でも確かになんか、ファミレスとかやったら、あれよね。こうなんか、レジ付近とかに、お菓子とか、食玩みたいなのとか売りよるよね。そういう感じかな。なるほど、なるほど。勝手に納得したけど。そういう感じかな？なんかチョコが置いてある。あ、こっち側はケーキとか作る場所やけんってことかな。なるほど。食べ終わって帰るところですか？美味しかった？いいな、いいな。はい、そして、奥は、何かな？お、奥は、何？服？写真館？みたいな感じ。え、これすごい。え、見てこれ。やばくない？マスターソードなんやけど。あ、マジで？夫婦の初めての共同作業をマスターソードでなんや。ケーキに言うと、素晴らしい、なんか。さ、私は昔からすごくいい夜のが、結婚願望とか特にないけど、こう、何？ウェディングドレスを着て写真を撮りたいっていう。ちゃんとこういう写真館とかで。そう、なんか、ね。彼氏とかがおったら、彼氏さん付き合わせて、こういうのに付き合わせて、写真撮りたいな、みたいな。ね、思うわけですよ。よくない？なんか。なんか結婚は別にね、もっと先でもいいなって思うんやけど、でも、ウェディングドレスってさ、若い時に着たいやん。っていう気持ちがあるよね。ウェディングドレスを若いうちに着て写真を撮りたいっていう。ね？ね？はい、そして右側。ここはホスピタル。病院？なるほど。なんか最近ショッピングモール内とかにこう献血ができる場所とかあったりするよね。私基本的に貧血気味やけん献血とかできんのやけどさ。逆に血くださいっていう感じやし。すごい明るい音楽や。お、ピンクや、ピンク。確かにあれよね。看護師さんとかって、ちょっと水色がかった感じの服とか、ピンクがかった感じの服とか、なんかそういう感じよね。夜勤かな？なんか白衣の天使とか言うけど、正直、本当に真っ白な服着た看護師さんとかって、そんなおらん気がする。何かしらうっすら色ついとるみたいな。
でもあれなんか理由があるんやったよね。なんか血の色とどうのこうのみたいな。じゃあ詳しく覚えてないんやけど。ほい、そして2階へ。お、2階はみんなの憩いの場所みたいな感じかな。いいね、いいね。ここで、ね、子供たちが遊んだりだとか、ゆったり、ここでコーヒーを飲みながらね、お母さんがきっと遊んでる子供を眺めたりとかしよるん。デパートの屋上みたいな。屋上遊園地みたいな、そういう感じやろ。そういうのも、なかなか最近なくなってきたんかな。はい、そして地下へ。お、なんか地下はちょっと高級そうな雰囲気が漂う美容室かな。いいね、いいね、美容室。あ、これちゃんと寝転べる感じや。おー、なるほど、なるほど。すごい、いいね。ここで、まあ、シャンプーをしてもらうと。で、シャンプー終わりまして、カットをしてもらう。いいね。なんかすごい、高級そうな感じ。私普段そんな高級そうな美容室行かんけんね。ね、フラットな感じの場所に行くけん。なるほど、こういう、なんかよくさ、こう、外から見える形のとかあるやんか。あ、私、ああいうのめっちゃ苦手なんやけど。え、何晒し物ですかみたいな。いや、なんかこういう風にやってもらえるっていうのを見せた方が多分お客さんが入るとかそういう感じなんやろうけど、嫌じゃない、なんか外歩きよる人の目があったりとかするの。いやー、無理だな。普通に店の内側向いて、鏡とか置いてくれとるところの方が私はいいです。ほい、ということで、あ、ってことはこの村に、あのなんか呪いかけられよった牛系住人さんかなんかおるんかな。どの子やろ。ハイド、アルベルト、モーリス。いや、わからん。そうかもしれんっていう。あ、でも、待って、金蔵くんおらんやん。え？金蔵くんいない？もしかしてあれなの？依頼人が金蔵くんの写真を持ってきて、呪いをかけてください、こいつに、みたいな。え、ってことは、もはや金蔵くんは、消えた後の住人だった。うわぁ、ちょっと恐ろしい事実を知ってしまった。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ちょっと最後の最後で確認して、ねえ、ちょっと恐ろしい事実というか知ってしまったけれど、そういう感じなのかな。ちょっと闇を感じたね。